ホームカンパニー。どうもー。おい。どうも。どうもどうも。カルティです。松田区です。はい、じゃあ今回はね、この3人でやってて。違う。3人って言ってるの、1人忘れてるから、それ。ああ、ね。1人足んないの？1人足んなかったね。まあ、これでやって、あ、こっちか。こっちか。こっちだとね。で、やっていくから。やるかー。やるか、この怖いゲームを。ここの今の段階ならまだ怖くない。だけどここはもうやばい。またいるもん、あいつ。ずっといるからね。あいつ作られないのかな、あの動きで。ずっといた。ふい。まあ、前回に引き続いて今回は、このマップ。42番をやっていこうかと思います。42番、はい、42エリアですね。 OK。 これ前回と同じ場所ってこと？あの家？前回とはまた別の。あ、別の家なんだ。はい、 OK。 スタンバイ。はい、始まりました。まあ、今日のね、撮影日がね、なんと1月1日だよ。いや、そうなんだよね。年明け早々、明けおめってことで。明けおめってことで、明けおめでございます。去年はね、何も言わずに、年がね、明けちゃいましたけど。今年もよろしくお願いします。そうだよね。実際ね、このホームカンパニーの活動がもう4ヶ月、5ヶ月ぐらい？ 4 ヶ月ですね、早いもんね。4ヶ月か。あっという間だな。あっという間だよな、マジで。あっという間だね。3ヶ月頑張ろうって、もう4ヶ月だもんね。うん。まあ、今後もね、ちょっと続けてね、行きたいなと、はい、思うんで。まあ、とりあえずライター、とりあえず持ってものは、この間と一緒のものを持ってくれると嬉しいですね。はい。ちょ、かかしさん、これつけてってよ。何？カメラ。カメラ？ヘッドライト。ヘッドライト。これのこと？そう。そうするとね、うん、このパソコンで、うん、かかしさんが見てる視点が。ああ、はい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 。これあれだ。じゃあちょっとおじさんもつけてみて。これ初めて OBS 触った時にこうなってさ、俺。あ、はい。あ、じゃあこれでね、今度はこれで、もちさんの視点ね。これ今。すげえ。って感じ。やば、俺がどこ見てるかすげえバレちゃったことじゃん。うん、そう。よし、じゃあ、俺 EMF 持ってくよ。これ温度計持ったよ。そう、カメラ持った。え、これ俺いらない？この。あ、こっちも落としな、じゃあ、音聞くやつ。お声か、声聞くやつと、この。じゃあ、俺、温度計持っとこう。これ？これ？これと？あ、それじゃない。それをまだ置いといていいや。どれ？こっちこっち。手やがって。これ。本の隣のやつ、左の。こっち？あ、この本の下のライト。OK。よし、じゃあ行こうか。まだクリスマスイベントが続いててクッキーあるんで、まあ、それも取りつつ、オッケー、行きます。本当前回と家違うじゃん。ドア開けます。開けます。入ります。ブレーカー探します。俺これ UV ライトだ。俺うん、あ、普通のカメラ持ってきたらいいんですか？普通のカメラ。あ、普通のライト。普通のライト？ない。暗い。ノーも暗い。どんくらい？相当暗い。だる。相当暗いよ、これ。あ、や、地下行ってる今。あ、クッキー見っけ。うん。あ、俺もクッキー見っけ。クッキーどうやって取るのこれ。いいかな。取れた。あ、いいだよね。うん、取れた。地下ね、ないよ。ないか。ちょっと早めに見つけたら、初期度がどんどん下がっちゃうからな。2階もあるじゃん。あった。車庫に。あ、これで電気つきまーす。はい。おお。これの、あれだな、俺のやつが、これ指紋取れちゃったっけ？そうそう。めっちゃはみ出てるけど、ロッカーの。そんなことないでし
なんかいた。とりあえず入り口からどんどん明かりをつけていこう。で、つけすぎるとブレーカー上がっちゃうんで注意してください。照明にブレーカー上がるって欠陥住宅じゃねえかよ。おかしいだろ、それは。よし、温度を調べていこう。7度。これ指紋じゃないよな。あ、クッキー見っけ。指紋がどんな感じなのかってわかんないよな。結局前回も なかったしな。なんかね、手形みたいな感じ。まあ、すぐパッと見でわかるって感じ。わかるわかる。指紋安定な。うん。あ、え ?3 度、3度。あ、いる、もういる。やばい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 。え、なんか音がやばい。やばいやばいやばい。今の脅かしですね。あれどこ？ここら辺がね、一瞬サンドになった。多分通ったのかな。もう指紋とかはないね。なんかね、あ、1度。1度？ 5 度。こんな箱1度だ。4度。2度。ここか？ここっぽいな。あ、いや、いや、わかんない。あ、ここじゃないな。こっち？ここっぽいね。ここだね。ここだね。ここで絞るか。とりあえず。ここ？うん。一度。おる？幽霊。おる？いねえわ。いや、関係のないところで。ちょっといろいろ持ってくるね。あれ、これ消した？二階あるじゃん。怖っ、二階。結構なんか脅かす系だな、今回。この UV ライトもう投げよう。これ、これがいい。あ、向こうに。行きます。さっきの部屋のところに置いといてくれれば UV ライトも。もうトラックに、トラックに戻した。え、持ってきて。やだ。なんかいろいろアイテム置いてんじゃん。ボン、あれボンって。に、反応してるね。何の音？ピーピー言ってるよ。 EMF じゃね。 EMF 今、アクティブ4かな。今2。おるー、幽霊おる。何も反応ねえわ。うんうんうん。なんか V 行きたいな。あ、 V だっけ喋るのって。V をしながら。V をしながらだよ、このさ。え、あ、 V をしながらか。うん。これ使って V。おる。はい、カメラ持ってった今。幽霊、うん、幽霊おる。いる？いないの？どっちな？合成マイクっていないわ。いないか、うん、いないよって言ってる、うんうん、うわ近い、行こう。びっくりした、なにこれ。お、いるくね。何これ、意味わかんない。どういったの。何これ地下。何もうこれ。なんで天井からカンカン吊るしてんのこれ。意味わかんない。どういうセンスしてたら天井からカンカン吊るそうってなるの。あれだよ。ね、カンカン。あ、踏んでんじゃん。あ、踏んでるね。あ、全然踏んでるわ。よいしょ、取ろう。え、なんかどう閉められてる。幽霊、妖怪のせいかもしれない。あ、マジ？これは。妖怪のせいだよね。そうだよね。これが妖怪おぼちゃんか。そう。こっちは来ないと思うんで、一応。あ、本当だ、塩がなんか足跡ついてるね。持ちさん踏んだの？俺じゃないよ。
じゃあ何なの？山本さんが食べたんだよ。塩分取りすぎだって。じゃあ一旦消して。あ、踏んだ踏んだ、いるじゃん。もうすぐ近くにいるじゃん。マジ？もう一回やろ。いるー。天消さないといけないからな。一旦消しますよ、じゃあ。幽霊、幽霊、幽霊。あ、そういえばミッション見るの忘れてた。いないのか。十字架でゴーストを阻止。いないのか、いるのか、どっちなんだい。いないな。いるかもしれない。いるんだったらなんか反応してやな。一旦ちょっとオーブとか見よう、部屋戻って向こうか。あ、ちょっと待って。うん。トラック。これとね、これを。ん？いいよ。オッケー。なんも、なんもない。まあ落ち着いてみよう。でもその部屋にはいる。お、いるじゃん、いるじゃん。あ、なんか通った今。あれだ。これあれだ。プロジェクター。ドタ？ドス、ドス。ドスか。ドタツインやったか。いたいた。とりあえず一個だな。どっつ。あの、待って。なんか、ろうそくの火も消えたよ、これ。ほんとだ。へぇ。じゃあ、あとはちょっと見に行こうか。ちょっと待って。まずね、かかしさんあれやった方がいいかも。ジャーナル。うん、あ、なんか、座り込むやつ？そう。あ、で、かかしさん、全員このもうか、いったん。プロジェクト。あ、死にそう、死にそう。Okay、あ、いいのか。ん？あれ、これどうやってんだっけ？右クリック。シャカっつったらもう。あ、カイさんも撮ってるか、多分。これ、確かこれ、絞り込むやつ。なんかチェックつけるやつ？あ、J、J、J。あ、J か。J 開いて、証拠。証拠。うん。で、今、プロジェクターだけかな。わかったの。プロジェクターにチェックつけてるだけってことか。そうそうそう。あと2つあるはずなんで。でいくか。はい。行こう。あ、書いてないな。書いてない？書いてない。書いてないか。あ、待って、指紋。おお、どこどこ？こっちだな。どれ？一瞬こっち方面から落とした。ちょっと白門見れる？あ、カシさん持ってる白門のやつ。いや、ない。何回？ちょっと待って、取ってくるわ。ほい。指紋だ。手形、手形。ちょ、ライトがあれだな。消すか一回俺も。お。あ、大丈夫、指紋。え、開いた？え、開いたんですよ。え、なんで？取った？取れた？じゃあ、指紋 OK。あれ？あともう一個かな。動画。もう一個なんだろうね。3つあるんだ、証拠は。一旦戻るか。うん、3つだね。3つね。で、あとなんか、最初から脅かしに来てたから、それも特徴であるかもしれない。指紋にチェック入れて、
ファントム、バンシー、幽霊、お霊、お霊っていうの、なんだっけ、指紋でしょ、見たの、音霊かな、音霊か、ファントム、バンシー、音霊のどれか、あーコースト、バンシー、指紋でか、でも氷点下の温度はないってことだよね、マイナス1度ぐらいだと思うんで、そう、オーグだったらバンシー、音量だったら EMF5、 あーマイク持ってきてねえんだ、あ、撮ってた今、ファントムだったらふーってなった今、スピリットボックスだ、スピリットボックスだ、ね、やってみるか、うん、スピリットボックス、ファントム、じゃあさ、ちょっとあのカカシさんにスピリットボックスやってもらって、でもちさんにスマッチスティックで逃げてもらう。スプリットボックスっていうのはどれなの？あのさっきそう叫んでたじゃん。いるみたいな。ああこれか。おるってやつ？そう。これでもちさんがスマッチスティックとライターで回避。聞いてる？パルティンにやってもらおうかな。いやなんで？いいか、言ってこいって言ったもん勝ちなんだよ、こんなのは分かってんのか、トラウマ、ね、トラウマになってるよ。あれ、今カメラ映り込んでた、え、俺、違う、今3人いるとき、あ、点灯してる、どんな感じ、あマイクを少し回帰、うん、お察知、え、落としてたか、あ、プープー言ってんだけど、もうめっちゃ点滅してる。プーって言ってんのは、うん、ほら通ってるでしょ。いるいる通ってる。これは音量です。センサー的な？音量です。音量？はい。音量の特徴が人の近くにいないときにカメラに映り込みやすい。うん、音量？音量？音量、あのゴースト、ゴースト見て。音霊じゃなくて、タイプで 音霊か、音霊を見ると音量なのかな、でも音量っぽいな、でもじゃあそれとこれにチェックつければいいのね、音量、でもさ、音量ってさ、ドスプロジェクターの光線を浴びても目視できず、うん、ビデオカメラ越しでのみ視認することができる、あれでも今ほらビデオカメラで映ってたから違うのかな、でもさ、俺たちさ、さっき向こうにいたときに間近で見てなかった、あ、そんなことなかったか、そんなことないわ、はい、カカシさんが間近で見てたか、なんかすごい一人だけ状況と探す、俺は見てないよ、姿、でも EMF レベル5だからさ、ちょっといや、多分バンシーではないんだよね、ターゲット弱らせてから来るから、ファント回避してきて、ミッションがあるから、ファントム、ブリッドボックスとあれだけやるか、じゃあ EFM だけ、 EMF だけちょっと見て、なんかめっちゃ点滅してね、ここほらピカピカ、じゃあ、けど、いってらっしゃい。もうスピリットボックスで決めるの俺。EMF の方がいいかな。向こうに置いてあるでしょ。あるね向こう。ロミッシュ。あれ。まあもう一個持ってた。これで行く。あ。やっぱな光ってるのこれのせいか。ちょっとうるさいね。何何？うるさいうるさい。うるさいんですけ ど。聞いてる？うるさいんですけど。車の鍵ないかな。何も反応ない。スピリットボックス一回も反応したことないんだけど。なんか家とか落ちてるはず。うるさいんだよな、車な。2回まだ行ってないよな。てか EMF 持ってる？これ、あ、EMS かこれ EMFS？
え、なんか、温度計これ。これ、これ、これ持ってるの、高橋さん。どれ？あ、それ？これ DMF。おい。それが5になったらね。うん。5って何？レベル赤色ってこと？そう、そう、一番右が点滅。はい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 。点灯か。車の鍵、運転あれだね。反応はないね。ないね。あ、ちょっとさ、カメラ持ってたら2回来てほしいな。何のカメラ？あ、駒の？ああ。持ってくわ。骨あったから。もちさんの？いい人でした。うん。人でした。どこ？この間殺された赤だった。正面、そこ電気ついてるとこ。あの、バスルーム、バスルーム。これか。うん。あ、で、取っちゃっていいか。あ、はい。EMF は本当に反応しないね。これない。あ、こっちか。どこ？あ、すごい、街灯ピカピカしてね。気のせいだ。車の鍵あった。探してる。いや、覗きながら。こういうところではなし。はい。うるさいな、車。はい。いやー、でも、リビングもあるかな、ワンチャン。ワンチャンあるね。EMF に反応がないっていうのは反応がないっていう証拠になるってことでしょ、これは。いや、でもね、出てこないと。あ、クッキーあったじゃん。あったわ。その、何かしらあるんだよね、でも。あ、多少は？そう。だから幽霊が出てこないと。あ、レベル。なってる。なってる。2。これを下、ここだな。間近にいると反応になる。一応これ近いところだね、じゃあね。でも、2だわ。この辺あたり、一面。下行く？下行こうか。このバスルーム付近で、レベル2になって、それ以上ない。よし、下行こう。うるせえ、これ。あの、かかしさんのあれに反応して、こっちに響く。いや、それはしょうがない。扉閉まった。じゃないね。え、でもさ、これでも EMF の反応がない。2までしか、5はなんないってことだもんね。3、4。あ、やばばばばばば。あ、やばいやばいやばい。やばい。あ、死にそう。死にそう、死にそう。死にました。嘘です。あ、死んだ？やばそう、やばそう。死にそう。死にそう、死にそう。あ、死にました。え、殺される。あ、え、隠れて隠れて。電気ですね。無理だろ。無理じゃん、無理じゃん。嘘だろ。あ、アイテムが消えた。やっぱ、手当たるんだって。え、かかしさん、電気消して。こっち来て、こっち来てって言う。終わったかな、ハント。終わってる。オッケー。帰る帰る帰る、もう開けて逃げて。写真だけ撮るか。あ、写真カメラ全部向こうで。 EF レベル5はないってなると、え、じゃあ怖いね。だってあの状態でもレベル4だってよ、 EMF。 え、じゃあ何、多分これでこの御霊は消えるとでしょ。だからファントムとバンシーってことだよね。わかんない。でも、もちさん曰く、うん。御霊？多分、御霊だと思うよ、読み方は。御霊か。多分、御霊だと思うな。そしたらファントムかな。直視すると、正気が一気に下がる。で、結構早めに出てきてるから。あ、御霊だわ。御霊。あ、御霊って言うんだ。うん。直視したら変わるんだったら、ファントム？じゃあ。
多分。だって声聞こえなかったもんね、全く。襲われてる時ね。うん。じゃあファントムで行きましょう。じゃあ印つけたら行こう。ちょっと待って、ファントムね。うん。てかやば、全員もいや、瀕死やん、7%、12%。危ない。気づいたらこんな、だったね。あ、クッキーめっちゃ手に入ってる。2、4、6、6入ったけどさ、これ集まった時どうすんだろうね、集まった後。分からん、分かんないな、集めてからが分かんない。普通にこのクッキーちょっとうまそうだな。まあ、次行こう。 OK、 OK。これで外れてたら悲しいよねってことだよね。まあまあね。まあでもしょうがない、1個見つかってないからね。ワンチャン外れる可能性はあるけど、多分あってる。ファントムでした。終わってた、よかった。おお、最初、いや、これ見たまですとか言ったやついるからな。いやでもよかったじゃん、結局ゴーじゃなかったから。